どうも、ギワチンです。この左にいる女性、覚えてますでしょうか？今年の3月に僕のチャンネルに出ていただいた芝良太郎という友人です。芝でーす。よろしくお願いします。この芝さんがゴジラ対モスラを見たらしいんですよ。見たんだよね。見ました。家族ドラマを見たくて。ということで、芝さんに、まあ、女子代表をね、してもらって、いや代表になるとはね、僕はもう思えないんだけれども、まあ初めてね、ゴジラ映画を見た感想を、率直な感想をね、言っていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。本当に夏休みに公開されてそうな、こう、ファミリー向けな映画みたいな、大スペクタクル作品として、よくできているなという。気ぃつかなくていいよ、ゴジラファンに。まず面白かった。もう普通に面白かった。あ、本当？怪獣がそんな、そもそも好きじゃないわけじゃん、君は。そうね、うん。そのね、まあ、好きじゃないっていうか、まだわからないっていうのもあるけど。でもそんな興味なかったわけや。うん。その視点で見たときに、なんかどうなんかなって思ったわけよ。気になったところはなんかこう、思ったのがみんながナチュラルにそのゴジラっていう言葉を使ってたから、ゴジラだって言ってけど、何そんな受け入れてんのみたいな。なるほどね。なんだあの怪獣はとか、恐竜はみたいになるよね、うん、普通はね。ゴジラありきの世界観ってことね。そうね。まあ、初代ゴジラ、あそこで登場したゴジラっていうのはやっぱ前提になってるから、うん、みんなはね、知ってんだよね、ゴジラっていう存在を。なるほど、そういうことか。じゃあ、本当にこれ一番聞きたかったことなんだけど、あ、はい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 、なんでゴジラはモスラを通したがってるのっていうのが。あー、ゴジラが卵を狙うシーンあったじゃん。あったね、うん、海で。俺はゴジラじゃないから本当かどうかわからないけど、うん、まあ、基本的にゴジラはこう目の前に怪獣が現れたら、まあ、同族のゴジラ以外は攻撃するっていうね、うん、優勢を持ってるのよ。特に VS シリーズのゴジラはなんだこりゃみたいな形で卵を攻撃したんじゃないかなと思うのよ。ゴジラの習性についてはやっぱり結構いろんなね議論が分かれるところだから、本当のところどうなんだろうね。ゴジラ対モスラなのにバトラーが出てきたから、誰と誰と戦ってて誰と誰がこういがみ合ってるのかわからないみたいな。うん、それはあった正直、うん、でしょ。モスラはね、うん、地球の守護神、まあ地球の平和を無言でる怪獣なんだよね、うんうん、でバトラーっていうのはモスラと同じような、まあ、うん、守護神みたいなポジションなんだけど、ちょっと設定は違うんだけど、うんうん、破壊を目的とした守護神なの。だから地球の生態とか、まあ、環境とかを乱すものを破壊して、うん、もうリセットして、うん、そういう怪獣なのね。でその昔ね、うん、モスラとバトラっていうのは因縁があったわけよ。はいはいはい、真逆だから。そうで、まあいろいろここ細かいものあるんやけど、モスラはバトラを倒すのね。で封印するんだけど、うん、隕石衝突によってまた蘇ってしまったのね。で目覚めた現代でもバトラがモスラを倒そうとしてたの。最初必要にモスラを狙ってたんだけど、うん、そこにこうゴジラがねこう現れてしまったのよ。もうゴジラただ現れるだけなんだよ。ゴジラは何の因縁もないの。モスラとバトラの血は喧嘩の中にゴジラが普通にズーンって入っていっちゃってややこしくなったみたいな映画なんだよ。多分ね。まあでもゴジラが現れたことによって最終的にモスラとバトラが協力する形になったから、まあ、よかったよね。でさ、その、うん、まあ元夫婦がさ一緒のホテル泊まったじゃん。あー泊まったっけ。モスラを運んだ後に確かそうなんか、ね、で二人で食事して、うん、みたいな。あーあったね。はい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 。あれ絶対さ、うんうん、あの晩さ男女の関係あったんじゃないかって私見られるんだけど知らねえわ。いや多分ね別々の部屋に寝てんだよね。いやもう朝方お母さんが、うん、コスモスがいないのって言って、うん、夫の部屋にこう入っていくシーンがあったの。あったね。だから別々の部屋に寝てんのよ。いやでもあれはうん泊まってたよ。同じとこに泊まってたっていうか戻ったんだよそれで。いやいやいや、いちいち、いやまあまあそこは神のみぞを知ることだよ。公式ブックにも載ってないよそんなの。もう過去にあったわけじゃない。でそれで最終的にちょっと家が戻りそうな感じだったじゃん。なるほどね。だからその間に一回ワンクッションで、ね、うん、あーなるほど、出ないと不自然っていうことか。逆にじゃないかなって逆に、うん、私は思ってたけど。あれだね、ほんとゴジラをあんまり見てない人だからこその視点かもしれへんな。うん、全くそんな考えもなかったもんそんなところ。映画のストーリーとして見ればそういうことを考えるのが自然なのかもしれないね、もしかしたら。あと一番最後だと思うんだけどさ、うんうんうん、モスラをみんなで見送るみたいなシーンがあったじゃん。でその時にさ、こうコスモスがさ、それが
モスターとバタダの約束だからって言ってさ、宇宙へ旅立っていくけどさ、あの時の約束の具体的な内容とか、多分その約束っていうのはその、なんつうの、まあね、モスターとバタダがなんかちょっと言葉交わしてたかっていうか、あったね、うんうんうん、時になんか言ったんだけど、その具体的な内容が地球を守ってくれとかさ、うんそういうことだと思うよ、うん、最後モスラは隕石を破壊しに地球を旅立っていった、それが行動だったんじゃないかな、地球を守るためにまずは隕石を破壊しに行ったと、それがあの時の約束だったんじゃない、やっぱり説得した時のやっぱ会話だったんじゃないかなって、うん、あ、ごめんちょっと待ってね、ちょっとトイレ行っていい、あ、行ってらっしゃい、ちょっと待って、ここに待っていて、はい、待っとくね、というわけでやってきましたね、続いてはしば、ちゃんです、どうもしばちゃんこんにちは、こんにちは、ひじめこです、はじめましてですよね、よろしくお願いします、はじめましてですね、はい、しばちゃんは普段、何をやってる方ですか、しばちゃんは普段、まあ、はい、編集業のお手伝いをしております、編集業のお手伝い、はい、今日はありがとうございます、さあ、早速クイズの方いきたいと思いますけど、まずは、はい、A と B とおどっちを選びますか、まずは1問目は A と B、じゃあ A で、 A でいきますか、いきます、さあ問題です、はい、1992年はい、VS シリーズで、はい、キングギドラに続く一作としてゴジラ対モスラという映画があります、はい、中でですね、ゴジラを倒すためにモスラと共に戦った黒いモスラと言われる怪獣は何でしょうか、わかりますか、シンキングタイムどうぞ、バトラ、おー、よくわかりましたね、わあすごい、わあさすがですね、よく怪獣映画 見るんですか、結構、いや、あのギワチンに勧められて初めて見た映画がモスラ対ゴジラ対モスラだったので、あ、じゃあ A 選んでよかったですね、そうですね、ラッキー、え、じゃあ次行きます、どうします、いや状況分かってないですけど、はい、行きます、わあプン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 、しばちゃんの第2問目です、イエーイ、 A と B どっちいきますか、選びますか、じゃあこれが結構2問目は肝かもしれないですね、じゃあ B で、 B、 わかりました、はいはい、あーこれはちょっと世代的に厳しい問題かな、はい、初ゴジと言われております、はい、初代ゴジラ、はい、そこで、ゴジラを倒した芹沢博士が作った武器は何でしょうか、あー、なんだっけな、見たんだけどな、あの、あ、見たんですか、はい、ゴジラ対モスラと初代ゴジラの2作品だけ見ました、じゃあすごいじゃないですか、じゃあこれは3択にさせてもらいます、はい、1番、はい、スーパー X、 はい、2番、はい、オキシジェンデストロイヤー、はい、3番、ダッチューの2番で、おお、正解です、ありがとう、正解、何これ、ドッキリでした、何のドッキリだよ、はじめまして、はじめまして今回はちょっとね、しばさんにドッキリをかけてみようっていうね、はい、ズーム収録でした、ということで DJ コーさんにね、はい、お越しいただきました改めて拍手をあんまりそのドッキリはしなくて普通に答えてくれましたね、いや、びっくりしろよと思ってちょっとなんか何の迷いもなくこんなことやってたからどういう心境やったのさすがです、どうもしばちゃんこんにちは、こんにちは、
全然わかんなすぎて、逆にそのそういうあのギワチンがこう擬態しているこうドッキリかなっていう、なんかこういう俺なんかそういうズームの最新技術かなと思っていやいやいや、動画で出してるか。いや、ご本人ですよ。ご本人です。いえいえいえ、Easy to dance! ほら。失礼をいたしました。普通にも通じ合えた。イエーイ。多分、あの、ギワチンよりも、俺と喋ってる時の、しばちゃんの方が生き生き元気にしてるような気がする。Thank you! イエーイ。確かにね、それはありましたね。友達なのかなと思っても。いや、しばちゃん実はですね、はい、今、僕、急に入ったことになってるんだけど、はい、ずっとあのお二人の会話をモニタリングさせていただいて、うわ恥ずかしい。でもあのホテルで何かあったんですかね、あれはね。あったと睨んでますけどね、私は。でギワチンが一生懸命バトラをあの前の会話ですり込んでるのがすごい分かったって。そうですね、なんかやっぱりこうあの一問目は答えさせてあげたいなっていうのもあって、なんとかバトラをこう、うん、刷り込んで、これを機にね、芝さんもゴジラ映画をね、見てくださいよ。はい。僕おすすめはですね、やっぱりゴジラ対ビオランテ。あゴジラ対ビオランテ。はい、バラの怪人と戦うというようなところで、なんか出てくる登場人物がやっぱり男性と女性が、ちょっとロミオとジュリエット的な話が結構、主になってて、その科学を取るのか、それか、男女の間を取るのかみたいな、こんなようなところの格闘もありつつ、最後はネタバレするとあれなんですけど、ベッド行っちゃうんですよ。おベッド、本当にベッド行くっていうオチになってます、それは。その感、あ、なんか千葉さんはやっぱり、今止まってるわ、画面が。あ、本当だ。もう、じゃあこの状態でもうエンディングに。はい、ということで今回DJ コウさんに出演していただきましたが、コウ、はい、さんとのチャンネルでもコラボさせていただきましたので、そちらの動画もぜひご覧ください。ご覧ください。お願いします。お願いします。では本当に DJ コウさん、柴良太郎、はい、ありがとうございました。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 びっくりした、本当に。いや、それはびっくりするよ。反応が、なんかびっくりした反応じゃなかったんだよ、もう、もはや。はーい、みたいな。なんか、知ってたんだろ、こいつ、みたいな。はい、そんな感じだった。まあまあまあ、うん。ちょっと、まあ、ありがとう。私は、うん、こちらこそありがとう。いや、メンタルの強さと、うん、なんだろう、動じなさが証明されたね。あ、だから人は、もしかしたら驚きすぎたらあんなのかもしれんな。もう、なんか。うん。